宮村。堀さん、お別れしようか。宮村、宮村、堀さん、またね。え、正夢？宮村？宮村？あ、宮村。これ呼んでる。あ、じゃあ、また明日。なんか用あった？いや、用っていうか。会いたがってたんだけど。ああ、そうだよね。でもごめん。宮村、今日も一緒に帰れないの？ちょっと今日は用が。ごめんね。今日はっていうか毎日じゃん。それは、その…ごめん。喧嘩？っていうよりかは、宮村が一方的に避けてる感じだけど。宮村、ごめん、今日も。今日は宮村の好きなシチュー作って待ってる。だから遅くなってもいいから来てくれると嬉しいな。どう？なんとか。上出来じゃない。じゃ明日お願いね。一日大変なんだから。分かった。
お別れしようか。え、怖っ。遅くなってもいいって言ったじゃん。遅くにごめん。大丈夫。遅くなっていいって言ったの私だし。はい。シチューがあります。あ、いただきます。あ、自分でやります。ねえ、ん？私に何か言いたいことあるんじゃないの？え？なんで？分かっちゃった。お別れしようか。何？なんで泣いてんの？宮村がお別れしようって。え？俺？いや、言ってない。じゃあ分かっちゃったって何？あれ、バレてたんじゃないの？これをね、堀さんに。メリークリスマス。ごめんね、一日早いけど。明日は抜けられるかわからないから。これ。俺のオリジナルケーキ、いちご。宮村の？実はちょっと前から毎日お店手伝ってて、閉店後もケーキ作り本格的に教えてもらってるんだ。ごめん、内緒にしてて。言ってくれればよかったのに。いただきます。ありがとう。これは堀さんのためだけのケーキだから。お茶取ってくるね。うん。臭い気が。良い。それは良くないでしょ。良い。
自分に店番とはご苦労だね。彼女にも会えずか。今日はね。てかお前ら卒業したらどうすんだよ。え？いや俺さんは大学で宮村は違うだろ。いやなんだかんだ今まで通りってわけにはいかないじゃん。そうだね。三学期になったら卒業なんてすぐだぞ。お前まだ卒業しないだろ。そっちはどうなんだよ。うるせえ。彼女の親に嫌われてんだよ。果たして俺は彼女にふさわしい人間なのか考えるよな。進藤でも真面目に考えてんだな。いやお前も考えろ。じゃあこれ、うん、サンキューな。頑張れよ。見合ってるぞ。これはいつ切るの？え？まだ。じゃあお願い。え、俺？どうだい？食べたい。今切る自信がない。はい。おや？お。おやおや。これはどうだ？オープン。はい。おお。すげえな。さす。すが私の娘って感じ。京子は俺に似て勉強できるからな。いやいや、京介に似てたら保険体育も5になるでしょう。ん、その通りだ。ねえ。ねえ、これ見て。ん？じゃーん。これママ、はあ、こんな綺麗に描いてくれてありがとう。うん。あとね、これがお姉ちゃんで、うん、これが僕でしょ、うんうん、これがお兄ちゃん。上手。うん、触った。なぜ宮村くんがいて父がいないのかな。忘れてた。書き足せ、父を書き足せ。いやだ、場所がない。無理なの。無理。でもなんだか感慨深いわね。何が？だってこれもらうのももうあと1回でしょ。そしたらもう卒業よ。卒業。ねえ京子、山村くんはまだ来ないの？来ないわよ。だってケーキ屋だよ。今日一日忙しいって。何？お兄ちゃん来ないの？やだ。やだ。でもケーキは届けに来るって。そうだ。宮村くんが来たら全力で来てもらう。分かった。いや、ソータに言われたら宮村帰りづらいでしょ。お兄ちゃんだ。どうも。メリークリスマス。お、メリークリスマス。待ってたよ、宮村くん。お兄ちゃん、トランプしよう。いや、すぐ戻らないと。手が冷たいじゃないか、宮村くん。外寒いもの、ほら、温かいもの出すから。いや、あの、いや、それ、いや、それ、いや、それ、シャコイクイーン。あ、そうそうそう。痛い。シャ。イエーイ。じゃあ俺も連れてくんじゃないわよ。いや大丈夫だよ、寒いし。行くの、寒くない。寒い。やっぱり。はい。ありがとう。あったかい。うん。宮村、もうすぐ卒業だね。そうだね。宮村はお店継ぐんでしょ？うん、まだまだ山ほど勉強しなきゃいけないことだらけだけどね。堀さんは大学生か。うん、でも宮村みたいに将来の目標とかはあるわけじゃないし。俺のはそんな立派なのじゃないよ。でもね、一個だけこうなりたいなっていうのはあって。
何？聞きたい。私はさ、私卒業しても宮村と一緒にいたい。なんか言ってください。じゃあ結婚しよう。ハッツ行こう。ちょっと待ってよ。やだ、待たない。冬至、桜のつぼみが膨らみ始め、春の訪れを感じる季節。本日は私たちのためにこのように盛大な式典を催していただき、誠にありがとうございます。祈るように見上げた合格発表、期待と不安で胸がいっぱいだった入学式、クラスや部活でたくさんの仲間たちと出会い、たくさんの時を共にしたこの3年間、そして訪れた今日、私たちは片桐高校を卒業します。いつも当たり前にいた仲間たちと離れ離れになってしまうことは正直寂しい。しかし明日から始まる新しい日々に胸を高鳴らし、一歩ずつ前に進んでいきます。春だね。そうだね。髪切ったんだ。ピアスもバレたよ。タトゥーも何人かには。友達も増えたし、大切な人もできた。俺のことそんな顔して見れるんだ。だって君も俺だから。卒業おめでとう。あ、こんなとこいたのかよ。みんなで集合写真撮ろ。どうした？ちょっと行こう。早く行くぞ。じゃあもう覚え
寿司食べに行く。行く。行こう。距離が縮んだ。誰かとこんなに距離が縮んだのは初めてだよ。境界線をなくすこと、本当はすごく怖かった。君と出会ってから自分を周りに見せることの恐怖とか不安とか全部君が持ってってくれた。俺は君に何かをしてあげられたかな。君を笑顔にしてあげられたかな。俺が思ってるよりも君は強くて、俺が感じているよりも君は儚くて脆くて壊れやすくて、そんな君だからこんなに明るい日常がつきまとうんだね。こんな世界知らなかったよ。俺の日常を壊してくれてありがとう。俺とのこれからを望んでくれてありがとう。俺は君に何かをしてあげられるかな。君だけに取っておいてあげられたらな、なんて。いや、そんなものより生クリームがたっぷり乗ったケーキの方が君は好きそうだ。ガールガンレディ。私たちにはあなたが必要なの。ねえ、何がどうなってんの。みんな逃げて。次はあなたが消えるかも。